お前にぴったりなやつ手に入れておいたぜ。今夜はみんなで食事でもどうだ。私が料理を振る舞おう。ホワイトデーだったな。忘れる前に渡しておく。ホワイトデーだろ？甘いもの食って元気出せ。今日はホワイトデーだったな。ま、世話になったやつには礼をしとくか。ホワイトデーのお返しって毎年悩むんだよな。お前の意見聞かせてくれないか。ホワイトデーか。毎年この日になると懐が軽くなるな。俺からのプレゼントだ。受け取ってくれ。
今日はホワイトデーだからプロテインを配っているんだ。これやるよ、先輩の心遣いってやつだ。借りは返す主義だからな。ホワイトデーにチョコレートを手配しておいたんだ。君もどうだい？毎回そんな素直に接してこられたらこっちが悪いみたいじゃん、バカ。ホワイトデーか、柄でもない。そういうのはイベントごとが好きな奴らで楽しんでくれ。今日ホワイトデーだろ？サプライズイベント考えたんだよ。お前も手伝ってくんね。
今日はホワイトデーだったな。これはささやかだが、日頃の感謝の気持ちだ。受け取ってくれたまえ、我が友よ。きっと何かの役に立つだろう。いつもありがとう。これは感謝の気持ち。ホワイトデーか。華麗な僕に抜かりはないのさ。これを君のために用意したんだ。気に入ってもらえると嬉しいよ。この僕からの贈り物だ。さあ受け取りたまえ。遠慮はいらないさ。
君用に作ってみたんだ。感謝の気持ちってなかなか形にできないからさ。ちょうどよかった。渡したいものがある。君の周りには仲間がいる。だから安心して背中を預けろ。日頃の感謝の形です。特に深い意味はありませんからね。ホワイトデーですから。日々の感謝を形で表現できる行事というのは良いものですね。どうぞお受け取りください。ハッピーホワイトデー。感謝を込めて作った一品だよ。受け取ってくれるよね。
これを受け取ってほしい。日頃の感謝の気持ちだ。お前の口に合うかわからないが、よければもらってくれ。そのこの間はありがとな。つまんねえもんだけど、よかったらもらってくれ。日頃の感謝ってことで、よかったらもらってやってくれないか？柄にもないのは分かってるが、受け取ってもらえるとありがたい。
感謝の気持ちなんだけど、受け取ってもらえるかな。